どうもオイリーです。今回いただいた質問が、包丁を買うときには何を見たらいいですか、目利きなどあれば教えてくださいってことなんですけど、これ先いつも通り結論を言うと、あの2つに分けようと思ってます。その2つっていうのが和包丁と洋包丁で分けます。で結論を言うと、和包丁っていうのが歪み、雲、愛家、そして厚み、そして絵です。この5つです。で洋包丁っていうのが歪み、左右の割合、そしてしのぎありかなしか、そして絵です。この4つです。でもちろんこれら以外にももっと見るべきポイントは細かく見たらあるんですけど、かなりまあ重要視してほしいポイントっていうのがこれらなんですね。なので今回はこれをテーマにお話ししていきます。でどちらもあの当たり前のことなんですけど、包丁の刃こぼれですね、欠けっていうのは絶対にもう共通して当たり前のことなので見るようにしてください。ただ注意点として、欠けといってももう明らかに欠けてるやつはまあ当たり前じゃないですか。でも目に見えるか見えないかの小さい刃こぼれもたまにというか意外とあったりするんですよ。なのでその小さい刃こぼれっていうのは、まあ最初に買う時っていうのは気をつけて見るようにしてください。はい、ということで今回も順番に話していきたいんですけど、今回のテーマっていうのがもう目利きですね。で目利きの中でもあの知らない言葉多分ありますよね。出てきましたよね。僕もそうだったのに、もうこれ包丁の勉強するまで僕全く知らなかったんですよ。だから料理だけしてたらもう知ることはなかった用語、言葉なんですね。だからこのその歪み、雲、愛家とかですね、これがおそらく分かんないと思うんですね。まあ歪みはなんとなく想像つくと思います。歪んでるということなので。ただ雲と愛家って聞いたことない人多いんじゃないですか。僕も本当に全く知らなかったので、今回はそれについてゆっくり詳しく解説していきます。で今回今出てこなかったワードなんですけど、エクボっていうそのテーマにもしてます。エクボって言われてるものがあるんですね。それについても後半お話ししていくので、このエクボっていうのは購入時っていうのは正直わからないんですよ。ただちょっと注意点としてどうしてもお伝えしたいことがあるので、そのエクボについてもお話ししていきます。で今回の動画を見るメリットっていうのは、自分が包丁を買おうってなった時に何を見たらいいかわかります。実際まあ包丁買いに行きましたって時に実際何を見たらいいかってわからなかった人多いと思うんですよ。僕もそうだったように。だから実際まあ今日の動画を見て、これから包丁もし買いに行く人とかいれば、そこを重点的に見たら大体まあ失敗しない、後悔しないように選んでほしいと思います。そしてまあ今これから買う人ももちろんですけど、今持ってる包丁も確かめることができるじゃないですか。今持ってる包丁もまあちゃんとしたの買えたかなとか、そういったの確認できると思うので、そういったのもまあ参考にしていただけたらと思います。ってことでぜひ最後までご覧ください。ということで早速順番にお話ししていきます。ではまず和包丁のことからお伝えしますね。和包丁と洋包丁で分けた理由は、あの構造が違うんですよ、作り方が。だからちょっとそこで分けさせていただきました。ではまず和包丁からお伝えします。結論で言った歪み、雲、愛家、そして厚みと絵ですね、この5つを深掘りして解説していきます。ちょっとあの順番前後して先に厚みと絵からお伝えしていきます。まず厚みに関してなんですけど、あの鍛造したちゃんとした和包丁ってもちろん一本一本手作りなんですね。だから厚みが全く同じ包丁でも全然違うんですよ。本当に違うんですね。あの特に出刃包丁はそれが流暢に出るんですけど、同じ例えばまあ15センチの出刃、同じ材質、同じ15センチの出刃をその何本か用意したとしても全部厚みが違います。本当にその峰見ると、その刃元の方から切っ先までのその角度だったりとか、もう一本一本厚みが本当に違うんですね。っていうのは、そのこれっていい悪いとかじゃなくて個人の作業ですね。厚めの方が好きな方もいるし、薄めの方が好きな方もいるじゃないですか。だからこれっていうのはどっちがいい悪いとかじゃなくて、自分の作業にどっちが適してるかどうか。例えばもう薄作りに特化した刺身包丁が欲しいなら厚みはできるだけ薄い方がいいし、そういったそのできるだけ欠けさせたくない包丁を自分で扱いたいのであれば、できるだけ同じ包丁でも厚みはあった方がいいので、これっていうのは自分の作業にどう適してるかによってその厚みを比べてみてください。では次いきます。次は絵ですね。この絵結構重要だったりするので覚えてください。この絵に関しては、絵の絵付けの技術ってあるんですね。その絵付けって結構難しいんですよ。だからこれってその絵付け屋さん、まあ刃物屋さんですね、にの技量が結構問われるんですね。だから一番見てほしいのは、この絵と包丁がまっすぐ入ってるかどうか。見方としてはこうやって見ると、その絵のこのまっすぐなラインと包丁のこのラインがちゃんとまっすぐ入ってるかどうかですね。でさらにこの向きもそうなんですけど、こっちの向きも見てください。こっちの向きで、あの本当によくあるんですよ。こう見た時にもうこうずれてるってことが結構あるんですね。だから
ここのラインもここのラインも当たり前ですけど、このもう全体的にこういう感じで見るようにしてください。本当にこれはあの絵付けって本当難しいんですよ。だから見るようにした方がいいです。で、和包丁の絵は特になんですけど、この木ですよね、この木、木なので自然なものじゃないですか。だからその一本一本もちろんこれも違うんですよ、好みのその 木目だったりとか。しかもあの材質、木の例えばこれ方の木なんですけど、黒炭とか紫炭とかまあいろいろあるんですね、ブビンガとかたくさん。そういったのってあの割れやすいやつと、まあすごく容易に簡単にできるやつっていうのがあるんですね。で、そのだからたまに割れてる絵とかも全然あります。だからちょっとちゃんと見てみて、そこにひびが入ってないかとか、この、まあ、口輪と言われる角巻きとも言うんですけど、この角巻きの部分に、まあ、ひびが入ってないかとか、間に隙間ないかとか、そういったのを見るようにしてください。本当にこれ見るか見ないかで全然違うので。なのでこの絵についてまとめると、ちゃんとまっすぐ入ってるかどうか、ちゃんと全部確認ですね。もうこの位置も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 。で、絵に割れが入ってないかとか、この角巻きちゃんとしてるかなとか、そういったことを見るようにしてください。では次。歪みに関して言います。歪みなんですけど、歪みっていうのはあの合わせ包丁と言われるのに生じやすいものです。あの片刃包丁というか、包丁って前行って言われる、まあ、和包丁だったら本焼きって呼ばれるものなんですけど、その、まあ、1枚ものと2枚に合わさった合わせ包丁っていうのがあるんですね。霞とも呼ばれます。その合わせ包丁っていうのは軟鉄と鋼だから、要は柔らかい材質のものと硬い切れる材質のものっていうのが合わさったものが、その合わせ包丁っていうものです。で、この歪みが生じやすいのはこっちの合わせ包丁なんですね。本焼きのその一枚もののメリットとして、歪みがほぼ出ないっていうのがメリットの特徴なんですけど、合わせ包丁っていうのは歪みが生じやすいし、時間が経つにつれて歪みが出てくるんですね。これっていうのはしょうがないんですよ。その理由っていうのは、あの違う材質同士が組み合わさると、その引っ張られるんですね、時間が経つと。だからどうしてもその曲がったり、ちょっと画像で出しておくんですけど、これ結構極端に曲がったタイプなんですけど、こんな風に歪みっていうのが出ます。だからこの歪みっていうのは、おそらく今持ってる包丁を見た時もあの結構あの出てる人いるかと思います。で、この歪みっていうのは直してもらえるんですよ。あのまあ自分の家でやろうってなったら全然できることはできるんですけど、あのプロの人にお任せした方がいいと思います。やっぱりその歪み取りっていうのがあって、そのやり方も意外と技術がいったりするんですね。なのでその歪みが自分の持ってる包丁が歪みが生じてた場合は、そのお店に持ってって直してもらう方がいいと思います。ただこの歪みっていうのが結構大事で、あの砥石に当たんなくなっちゃうんですね、あの曲がってるから。だからこの歪みっていうのは結構その重要、研ぐ時にはかなり重要視してくるので、ぜひ見るようにしてください。で、買う時ももし見た時点でなんか歪みが生じてるのであれば、必ず言うようにしてください。これなんか歪み出てないですかって聞いて、で絶対直してくれるので、そこは確認するようにしてください。はい、では次お話ししていくんですけど、ここまではなんとなく、まあ、想像はつくと思うんですよ。まあその分かりやすいじゃないですか。だからこれらっていうのはなんとなく想像つくと思うんですけど、今からお話しする言葉が多分聞いたことない人多いと思うのでお話ししていきますね。その今からお話しするワードっていうのが、結論でも話したアイケとクモですね。このアイケとクモ聞いたことない人多いですよね、おそらく。で、今からアイケとクモに関してお話ししていくんですけど、ちょっと先にどうしてもお伝えしたいことが、今からお伝えするアイケとクモですねに関しては、人の捉え方によってそれが不良品なのか不良品ではないのか、もしくはいいと思う人っていうのは、あの分かれるんですよ、本当に。だからこの、まあ、思考ですね、捉え方によって全然本当に変わるので、そこだけは覚えておいてください。そこも説明するので、なので、まあ、それがどういったことなのかってことを深掘りして解説していきます。ではまず、雲からお話ししますね。雲っていうものっていうのは、あの雲ってそのモワモワしたものなんですよ。なんかね、画像で出しておくんですけど、なんか白くふわーってなんか綿菓子のようなちょっと雲っぽいような、そんな感じの見た目が現れてるものを雲って呼ばれるんですけど、その雲ができる原因っていうのをお話ししていきます。雲っていうのは焼きがうまく入らなかった部分ですね。で、他と比べてちょっと部分的に白く仕上がってるその状態のことを雲と呼びます。で、ここでじゃあなんで雲ができるのかって疑問がありますよね。その雲ができる原因と言われているものが、焼き入れ前にその鋼の部分を指とかでまあ触った場合ですね、
そういった場合にその指の形がそこに映るんですね。その跡が雲になるんですよ。だからそこだけちょっと温度が変わっちゃって、そこだけまあ焼きがちょっと甘くなったりとか、そういったことが起こるんですね。だからそのまあ指の跡と言われてます。なのでこの雲っていうのはその不良品とかそういった B 級品に回されることが多くて、これただ意外と注意深くしてみるとあったりするんですよ。なのでまあこれは見るようにしてほしいんですけど、実際確かに見た目もそんなに良くないし、実際そんないい気持ちいいものではないですよね。だからまあ雲っていうのは正直良くはないんですけどですよ。けどその正直使用してる分には切れ味っていうのは正直わからないです。僕も雲のある包丁を使ってて、で雲ってあのさっきどうして雲ができるかって言ったように、そこだけまあ要は焼きが甘かったりするんですね。ただその正直そんなおそらく変わってないと思うんですよ。っていうのは実際事実上その若干高度は変わってるのかとは思うんですけど、使っててですね、感覚的な問題です。使ってたりとか研いでる時のそういった感覚的な問題なんですけど、雲があったとしてもなかったとしても正直そんなに変わらないです。変わらないっていうか絶対にわからないですこれは。だから例えばこの包丁の真ん中の方に雲があったとするじゃないですか。でだんだん研いでって包丁が短くなって雲まで到達して、で刃先に雲のとこが刃先に来るようになったら、要は切れ味にその雲の部分が影響してきますよね。で実際に切ったりとか研いだりしても絶対にわからないです。だからあのこの見た目っていうのを気にしない人であれば正直気にする必要は僕はないと思います。ただまあ気持ち的にやっぱりいいものではないので、まあ雲っていうのは避けるようにというか、もし雲っていうものがあって自分が気に食わないのであれば交換してもらうとか、そういったことは絶対できると思うので、一応まあ雲っていうのも見るようにしてください。これ意外とあるので本当に、なので注意するように見てください。では次、アイケについてお話ししていきます。このアイケっていうのがちょっと僕が今日結構テーマになってくる重要なポイントになってくるので、ぜひ聞いてください。そのアイケっていうのがまず何かっていうと、これも合わせ包丁特有のものなんですけど、あのさっきひずみの時に紹介した合わせ包丁とその本焼きと呼ばれる一枚ものですねっていう違いあったじゃないですか。でこの今回もアイケっていうのはこの合わせ包丁に見られる現象です。じゃあそのアイケっていうのは何かっていうと、その2種類だから違う鋼材が組み合わさることによって境目ができるんですね。絶対見てわかる通り、まあこの包丁もそうですけど、この並々ですね、この光ってるところが鋼、こっちが軟鉄ですね。でこういった異なる材質の金属が合わさった時に絶対まあ境目っていうのができるんですよ。でそのアイケっていうのは何かっていうと、その境目にあのひび割れだったりとか、ちょっと小さい穴ができたりとか、そういったものがある状態のことをアイケというんですね。実際そのアイケが出てる包丁僕いくつか持ってるんですけど、ちょっと画像で出しておきます。でそういった状態のもの、なんかよく糸ミミズのようなとか、なんか線みたいなとか、なんか黒ごまのようななんか小さい穴が開いてるとか、そういった表現したりするんですけど、要はそういった状態のことをアイケと呼ばれます。これっていうのはもう一言で言うと単接不良とか、まあ接着不良って呼ばれたりするもので、これも失敗品、そのエラーの包丁って呼ばれてるんですね。これは不良品だって呼ばれることが多いんですよ。ただここで僕が伝えたいのは、この捉え方によってこれを不良品だと捉えるかそうではないかっていうことが起こるんですね。それについて今から説明していきます。このアイケっていうのはもう一言結論で言うと本物の証なんですよ。そのちゃんと鍛造されて、ちゃんと手作りでちゃんと作られた包丁の本物の証なんですね。どういうことか詳しく説明すると、まずアイケが嬉しい場合と嬉しくない場合っていうのがあるんですね。その捉え方の違いが、そのまず最初に嬉しくない場合を紹介しますね。嬉しくない場合っていうのが、まあ見てわかる通り見た目ですよね。なんか見た目がちょっとまあ良くはないじゃないですか。なんか穴が開いてるし、ミミズみたいな糸があるし、だからまあ見た目が悪いっていうのと、正直やっぱりその穴が開いてることによってそこはどうしても錆びやすくはなります。そこにやっぱり水分とか溜まりやすくはなるので、正直やっぱりどうしても若干錆びやすくはなるんですけど、まあそんなに僕は変わらないと思うんですけど、まあ実際事実上そうなので、そういった面が一応マイナス点ですね。だからこういった点でなんか安く回されたりとか、そういったまあ不良品だとかエラーだとか言われたりする理由がこれです。じゃあ嬉しいと捉える場合、嬉しい場合はどういう場合かっていうと、このアイケがなぜ生じるのかちゃんと理解してればそれは嬉しいに変わるんですね。これを説明していきます。なぜアイケが生じるのか、その理由に関しては、鍛造するときにその包丁って熱しながら
叩いたりとかしますよね。だからどうしてもその合わせ包丁って違う金属を合わせるときってどうしても高温にしないとうまくくっつかないんですね。で、合気が生じる原因っていうのはそこの温度によるんですよ。要は高温にすればするほどその確実にひっつけることが可能です。だから高温にすればするほど合気っていうのは出ないです、出にくいんですね。でも低温にすれば合気っていうのは生じやすくなるんですよ。要は低温にしたらそのまあ部分的にそこだけくっつかなかったりとかそういった場合が生じるので、だからこの温度帯によって合気が出る出ないっていうのは変わってくるんですね。ただこれだけ聞くとじゃあ全部高温にしろよって思うじゃないですか。もう大きな間違いっていうかその考え方によって低温の方がいいんですね。っていうのはその鋼自体の品質ですね。鋼の品質っていうのは低温でその鍛造ですね、低温で鍛造した方が良くなるんですよ。品質っていうのはよく高温でやっちゃうと鋼がボロボロになるとか鋼が傷むとかって言われてるんですね。で実際に本当に傷むんですよ、高温でやりすぎると。だからつまりどういうことかっていうと、合気が生じてるものっていうのは比較的低温でその調理じゃなくて鍛造ですね、鍛造されたっていう本物の証なんですね。だから鋼の品質っていうのは合気がある方が絶対に間違いなくいいものなんですよ。だから本来の鋼の切れ味っていうのを味わえるのがその合気がありの包丁なんですね。これすごく面白くないですか。でここでちょっと本焼きについて少しだけお話しします。本焼きについて以前お話ししたんですけど、その本焼きがなんで切れるって言われてるのか理由に関しては、本焼きってその単接工程がないんですよ。だから比較的低温でその鍛造することができるんですね、高温にする必要がないので。だからその品質っていうのは全部もう安定してるんですね。だから品質のいい鋼ができるから本焼きっていうのは切れるって言われてます。よく本焼きだろうと合わせだろうと切れる部分の材質は一緒だから切れ味一緒でしょ、だから合わせ包丁の方が値段も安いしコスパはいいでしょっていう質問にめっちゃよく来るんですけど、もうそんな簡単な話じゃないんですよ。鋼の品質が全然違うんですね。同じ青鋼でも同じ青鋼でももう全然違う青鋼なんですよ。そのくらい本焼きっていうのはまあいいものなんですね。もし本焼き気になる方はよかったら前回の動画でもうめちゃめちゃ詳しく解説してるのでよかったら見てみてください。はい、ってことでこの合気ですね、この合気っていうのがなんでできるのか理解した上で考え方ですよね。なんでそれができるのか、そしてそれができることによって切れ味にどう影響してくるかっていうのを分かっていれば合気むしろ嬉しかったりしません？僕は嬉しいタイプです。だから合気の包丁があったとしてもその合気のある包丁が売ってたとしても僕は嬉しいタイプなんですね。あ、本物だと思うんですよ。だから僕は気にしないんですけど、まあ人によってはもちろん気にする人はいます。でしかも合気って研いでれば消えます、そこの部分だけなので。だからこれもそんなに気にしなくていいと思います。本当にその使ってて全く影響しないし、そのそっからなんか剥がれてくるとかさらに割れてくるってことはないので、そんなにその見た目とかそういったものを気にしないのであれば合気っていうのはむしろラッキーだと思ってほしいです。僕はもちろん人によって考え方違うのでこれは別なんですけど、僕はラッキーだと思います。もうそれをむしろ使いたいと思います。はい、ってことで和包丁に関してはまあこんな感じなんですけど、いかがだったでしょうか。まあ細かいこと言うと、例えば和包丁で片刃包丁ってこの裏の状態ですね、裏の状態って裏すきと呼ばれて平らじゃなくてえぐれてるんですね。だからこの裏すきの状態、裏すきとこの裏すきの周りの縁の裏押しっていうんですけど、特にまあこの裏押しは見てほしいポイントではあるんですけど、まあそういったのは当たり前として、特にその目利きとして見るポイントっていうのは今言った5つですね。この、まあ、柄の状態と厚みのことと歪みとで雲ですね、雲が出てるかどうかと合気があるかどうかっていうのを見るようにしてください。で考え方っていうのは人それぞれなので、実際自分がどういう考え方を持ってるのかで決めるようにしてください。では次、養包丁についてお話しします。養包丁は結論で言った通り歪み、そして左右のその割合バランスでしのぎありかなしかで絵ですね、この4つを見るようにすることをお勧めします。では1つずつ解説していきます。まず順番ちょっと前後して、その養包丁って基本的にこれまあ黒合板って言われるこういったタイプのものがあるんですよ。なんかこういった鋲があってこういったものがまあ多いんですけど、もちろん中にはいろんな種類があるんですけど、こういったものが多いんですね。でここも比較的その和包丁と比べてそんな一本一本変化はないんですけど、やっぱり絶対にその隙間が空いてることだったりとか
ちょっとまあ割れがあったりとかってことは絶対どうしても出るものではあるんですね。だからまあリスクというかそういったものを見る機会っていうのは少ないんですけど、一応まあちゃんと見るようにしてください。意外とあったりするので、まずこれが絵ですね。で次に歪みについてです。歪みについてはさっき和包丁で言ったことと一応一緒なんですけど、洋包丁の場合でも洋包丁って基本的に3枚合わせとか、まあ1枚ものとかだったりするんですね。3枚合わせっていうのは真ん中に芯材があって両側に違う鋼材のものを挟み込んでるタイプ、まあ割り込みとかって言われたりするんですけど、そういったものが洋包丁の基本なんですね。でだから歪みっていうのは使ってて時間が経っても出にくいものなんですよ。ただこれっていうのは和包丁に比べて、だから2枚の包丁に比べてそういった時間が経つと曲がってくるってことはほぼないんですけど、一応その購入時っていうのはその状態まっすぐじゃないってことがあったりするんですね。だからそういったものがあったりするときは必ず伝えるようにしてください。絶対直してもらえますので。これが歪みですね。で次両刃包丁特有のことなんですけど、左右の割合のことについて話します。その合わせ包丁ってさっき言ったように3枚じゃないですか。その中に芯材があって両側に違うもので、ダマスカス包丁って言われる、そう多層構造ですね、多層構造って言われる包丁がこういった波模様、わかります？この刃先のここ、これをダマスカス模様とかダマスカスの構造って言われるんですけど、そのダマスカスのものも一緒です。だから要は1枚じゃない包丁は全部言えることなので、これは覚えておいてほしいんですけど、その表と裏のバランス、だからまあ左右のバランスですね、こっち側とこっち側のバランスを見てほしいんですよ。っていうのは要は芯材があって両側にこう挟み込んでますよね。だからそこの刃先の状態、その芯材がどれだけ出てるかって左右違ったりするんですね。それが5対5なのか6対4なのか、まあ、8対2なのか、そこはもう物によって違ったりするんですよ。でここで重要になってくるのが、以前その合わせの両刃包丁は絶対に片刃に研ぐなっていう動画を上げたんですよ。よかったらまあこれ見たら分かりやすいんですけど、もう簡単に言うとそういった包丁を片刃でずっと片方だけ研ぎ続けるといずれ切れなくなるの分かりますよね。その柔らかい材質の方が刃先にいずれ来ちゃうので、だからそういった包丁は必ず両方で研ぐか、もしくはその刃先がだんだん少なくなってきたら調整して出すとかしなきゃいけないんですね。だからこの包丁っていうのは5対5の割合で、まあ、研ぐのは基本なんですよ。基本なんですけど絶対そう研がなきゃいけないってわけではないです。ちょっと片刃の要素を取り入れたいんだったら全然8対2でもいいわけですし、とりあえず刃先にその芯材が出てたら問題ないんですよ。だから割合っていうのは人それぞれです。これっていうのは好みなので絶対にそうしなきゃいけないってわけではないんですけど、だから購入するとき見てほしいっていうのは、自分が完全に5対5の割合で研ぎ進めたいのであれば、もう元々完全に5対5で均一にあるバランスのある包丁っていうのを選んだ方が絶対いいじゃないですか。もし自分が片刃にちょっと片刃風に仕上げたいんだったら、まあずれててもさほど支障はないと思うんですけど、そういった場合っていうのあるので、そこの左右のバランスですね、そこは見るようにしてください。では次、しのぎありかなしかについてお話しします。しのぎありかなしかっていうのは、そもそもしのぎって何かっていうと、和包丁でいうとさっき言った片刃包丁ですね、このここの部分がしのぎなんですよ。しのぎ筋とか言われるんですけど、要は両刃の包丁もそれがあるやつとないやつっていうのがあるんですね。実際どんなかっていうと、まあこれちょっと分かりにくいは分かりにくいんですけど、要はここの線ですね、この真ん中のこの筋、ここが切り刃と言われる砥石に当てる面です。でここが平とか腹と言われるこの部分ですね。っていうのと、しのぎなしっていうのはこういったものですね。実際分かります。まあこれしのぎがないんですけど、どういうことかっていうと、この画像で出しておくんですけど、しのぎなしっていうのは峰から刃先にかけて滑らかにこういう感じでカーブを描いてるんですね。でしのぎありっていうのは峰から刃先にかけて片刃包丁のように、まあ、こうカクカクって乗ってるんですよ。だからしのぎがあるかどうかってことが重要になってくるんですね。これっていうのは全然違うんですよ。その扱いが、切ってる感覚とか研ぎやすさっていうのは変わってくるんですね。これも完全に好みです。どっちがいい悪いというのではないです。だからこの違いについて簡単にお伝えすると、このしのぎなしの方が欠けにくい一応構造にはなってます。でしのぎありの方が刃先っていうのは鋭いんですね。だから切れ味を重視したい人とか研ぎやすさですね、しのぎありの方が絶対研ぎやすいです。もうここに砥石を当てろって言ってるようなもんなので、片刃包丁と同じで。だから研ぎやすさっていうのもしのぎありの方が研ぎやすいとは言われてます。実際僕もそう思います。でも
作業内容によってですよね。このしのぎなしでも、例えば別に無理やりしのぎ作ることもできるし、歯を鈍角にして欠けにくくさせるような歯もできるし、結構そういった、まあ、メリットというかデメリットっていうのがあったりなかったりするので、これも自分の研ぎとか自分の作業がどっちが適してるのかなっていうので見るようにしてください。でこのしのぎありかなしかですねを判断する方法っていうのは、まあ見たら分かります、触っても絶対分かります。だからもうすぐ分かるとは思うんですけど、もしまあ分からない場合は聞くとかしたらいいと思います。はい、なのでこれがしのぎありかなしかのまあ特徴の違いですね。これっていうのは僕は何本か持ってるんですよ。っていうのは作業によって変えてるので、だからこのしのぎありとなしのその両刃の包丁を2本持つってことは僕はおすすめします。本当に全然違うので扱いが。でここでちょっとある一つのちょっとワードを追加したいんですけど、ハマグリ刃っていうのがあるんですね。これは片刃包丁だろうと両刃包丁だろうとどんな包丁にもそのハマグリ刃とかって言われたりするんですけど、ハマグリ刃っていうのがどういったものなのか、ハマグリにすることによってどういったメリットがあるのかっていうのを以前動画で本当にこれもかなり詳しく説明したので、よかったらご覧ください。すごく興味深い話だと思います。はい、ということで溶包丁はこんな感じですね。まとめると溶包丁も歪みっていうのを確認した方がいいですよ。で、まあ、柄の状態でこの左右のバランス、そしてしのぎがありかなしかどうかってことを見るようにするようにしてください。でここから最後ですね、エクボっていうのをお話ししていきます。エクボっていうのはどういう状態かっていうと、エクボってまあこの笑った時に出るこのエクボですよね。僕エクボ出てるかどうか分かんないんですけど、このエクボっていうのがあって、そのどういうことかっていうと、包丁にもそのエクボっていう状態ができちゃうんですね。どうしてもこれっていうのはできちゃうんですよ。ちょっと説明しますね、どういうことか。そのエクボっていうのは実際もう見せるとちょっとまあこういったその分かりますかね、この刃先のここだけとか、まあこういうとことか、これって砥石にまだ当たってないんですよ。ここってまだ新品買った状態の時の目のもので、ここって当たってないんですね。じゃあエクボっていうのは一言で言うと、その砥石に当たらない部分のことです。その要はまあへこみですね、へこみがあることをエクボと言います。でこのエクボっていうのは知らない人からしたらその不良品って思いますよね。僕も実際そう思っちゃってた側なんですけど、これっていうのはしょうがないんですよ。でここからなぜエクボが生じるのかについてお話しすると、エクボができる原因っていうのは包丁を製造する時のその過程にあるんですね。当たり前ですけど、その包丁を製造する時にこういった縦回転してる砥石っていうのがあるんですよ。それは砥石だったりとかバフだったりとか、その輝度と言われる最終仕上げに使われるようなっていう砥石たち、縦に回転してるやつたちがあるんですけど、そこでまあそれを絶対当てるじゃないですか。当てるんですね、磨くためだったりとか研ぐためとかに。当てる時に絶対に縦回転してるってことは、こうまあこうやって当てていくんですけど、ちょっとまあ画像で出しておくんですけど、そのどうしてもこれまあ技術によるんですよ、その研ぎ職人の技術にもよるんですけど、どうしてもその当てた時にそこだけよくあるのが、その当てた瞬間ってどうしても力が入りやすいんですよ。だからその当てたとこの場所とか最後の終わりかけとか、よくなんかだれてるとか言われたりするんですけど、そういったことがどうしても起こっちゃうんですね。これっていうのはしょうがないんですよ。どんなに技術の高いそういった研ぎ屋とかでも絶対に生じます。まっすぐフラットに仕上がるってことはもう絶対ないです。だからこのエクボっていうのはしょうがないんですね。でよくそのクレームとかで来たりもするんですよ。これ砥石に当てたんだけど、ここの部分だけ全然当たんないんだけどって、かなりやっぱりそういった意見が多いです。だからでもその分かる、すごい気持ちは分かります、僕もそうだったので。なんですけどしょうがないんですね。でじゃあなんで これをフラットに仕上げてくれよって思いますよね。僕も思いました。フラットに仕上げてこそもう包丁屋の仕事だろうって思いますよね。僕もそう思いました。なんですけど、もしこれをフラットに仕上げるその手間とか時間ってすごくやっぱり時間がかかるんですね。だから基本的にはそれをしないです、刃物屋さんっていうのは。もしすることはただお願いはできますよ、お金を払えば。その本場付けといって、ちゃんとその次研ぐ時にもう全部当たるように、だから砥石に当てた状態でしてくれる、まあ、お願いすればしてくれます。だからそのエクボが本当にまあ気になるような方はもうまあ自分で
もう頑張って研ぎ切るか、それエクボがなくなるまで研ぎ切るか、まあもうお願いするか、どっちかにはなってしまうんですけど、とにかくあの今あの気になる方気にならない方って言ったじゃないですか。切れ味においては関係ないですからね。あの刃先がだれてたりとか、刃先にエクボがあったら切れ味には関係しますよ。そこだけ研げない状態が起こるので。ただ基本的にあんまりそういったのは見かけないです。ただ今見せた包丁のように、その切り刃の真ん中側にへこみがあるじゃないですか。だから切れ味には正直そこまで影響してないんです。刃先っていうのはそのへこみがなかったりだれたりしてないので。だからこの見た目が気にならないようであれば、全然そのこの状態のまま使ってても問題はないです。まあ僕はその和包丁だったら気になるタイプなので、もし和包丁でエクボがあった場合は荒砥石で一回全部削り切っちゃって、そこからまあ気持ちよく使えるようにしていくんですけど、そういったまあ気にするか気にしないかですね、そのエクボ、そのへこみっていうのを。だからこれっていうのは人それぞれではあるんですけど、覚えておいてほしいのは、そのまあ本場付けとかっていうのをお願いしない限り、基本的にはエクボっていうのはどうしてもあってしまうものです。そこは覚えておいてください。ただ刃物屋によってですよ、ここが刃物屋の個性が出てくるんですけど、よくあるのが刃物屋の中、てか刃物の中でもランクがあるじゃないですか。例えば和包丁、鋼の材質でいうと、その黄色鋼とか白鋼とか青鋼とかランクがありますよね。そのランク以上のものは本場付けしてますって歌ってるところもあるんですね。例えば、まあ、白鋼以上のものはあの本場付けしてるので、もう砥石で当てた時にもうすぐ研げる状態ですよっていうランク付けしてる、そのちゃんとそれをしてるメーカーっていうのもあるんですね。だからもしなんか比較するときありますよね。ここのメーカーとここのメーカーの、例えば青鋼の同じ刃渡りのものを比べたときに、なんで値段違うんだろうって思ったりってことないですか。まあ実際違ったりして、その値段が違う理由っていうのはそういうとこにあったりするんですね。要は同じ材質でも本場付けしてあるか本場付けしてないかによって値段が変わってくるので、そういったまあ値段の違いはあったりします。だからこういった情報は覚えておくようにしてください。はい、ということで以上ですね。こんな感じなんですけど、最後にエクボについてまとめると、エクボっていうのは一番伝えたいことは、エクボっていうのは不良品って捉えがちられなんですけど、不良品ではなく製造上仕方ないものなので、これっていうのはそのもし気になるようであれば、もうお金払ってでもお願いするか、本場付けをお願いするか、まあ自分で頑張って研ぐかっていう選択しかないので、それっていうのは覚えておくようにしてください。はい、ということで今回の内容いかがだったでしょうか。かなりやっぱり知らなかった人多いと思います。僕も本当に知らなかったので、このアイケとかクモとか特にですね、これっていうのは全然知らなかったので、だから結構まあためになったかと思います。これからお店に行って包丁見るときっていうのは、やっぱり見るポイントっていうのは今回の話聞いただけでも結構変わってくると思います。本当にでもそれぐらい大事なので、スーパーで食材買うときも見ますよね、傷んでるか傷んでないかとか。そのくらいやっぱりまあ同じようなものなので、目利きなので。だからこの情報、この包丁の選び方っていうのは特に大事です。はい、ということで終わろうと思うんですけど、次回ですね、次回の内容をちょっと先にお伝えしたいんですけど、今回は目利きについてお伝えしたじゃないですか。でも次回っていうのはその刃物屋のことについて言います。これ質問実際あったのが、刃物屋の違い、特徴の違いっていうのがあるんですね。例えばもう堺だけでも、例えば堺一文字とか堺十個とか堺高行とか、まあいろいろあるじゃないですか。でまあ関の刃物とか堺の刃物とか、まあ東京にあるその刃物とか、京都にある有次とか、いろいろ、まあ政本とかいろいろあるじゃないですか。その違いっていうのをお伝えしていきます。どういった違いがあるのか、何が違って、この値段の違いは何のかってことをお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ってことで今回は以上です。そして最後に1点だけお知らせです。あの僕包丁の研ぎサービスというのをしてます。それが2つのサービスがあって、郵送での研ぎ依頼と、あと出張研ぎっていうサービスがあるんですね。で詳しく知りたい方とか、ちょっとまあ依頼興味ある方っていうのは、インスタグラムの方でかなり詳細詳しく載せてるので、よかったらご覧ください。もしこの動画が少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。